こんにちは。日曜日はリボルバーサンリボです。今回は待望のねスティールフィニッシュ復活ですね。はい、先般ご紹介した、ジョーカーモデルのですね、スクエアバットね、チーフのこれの、スティールフィニッシュモデルに木繰りを着せ替えていきたいと思います。木繰り他ですね。はい、出てくるのはですね、田中ワークスさんその純正のね、ウェイト付きの木繰り、それとのウェイト付きのパール帳、それとアルタモントからスムースのね、木製グリップ、それと、アルタモントからこのねパール帳グリップ、はい、この4つね着せ替えていきたいと思います。で、適宜重さを測りましょう。今日はねちょっと端っこにこれこの辺に置いとけば邪魔にならないかな。ずっと置いといてグリップのね、というのもですね、ジョーカー本体結構軽いんですよ。あ、ちょっと待ってね、カート抜こうか。ピッとね、はい、カートを抜いて本体の重量がですね、302g しかないんで、これにねウェイトなしのグリップをつけちゃうとスッカスカになるじゃないですか。ということでやっぱりグリップの重さって多少大事かなと私は思っておりますんで、そのあたりをねちょっとねここにしておけば邪魔にならないかな。常時こうねもう手軽に測れるような感じにしておきましょう。はい、じゃあまずねグリップを、純正はね樹脂ですねグリップですけど、なかなかねこれがね最近の樹脂のグリップって全然いいですよね。全然いいっていうかすごく良くなりましたよね。ただ昔のも時々、例えば MGC の SIG ね、についてたなんか怪しげな赤っぽいプラグリもなんか素敵だったなぁ。ポンと、はい。でこの田中さんの純正のグリップはね、はい、ウエイトがついてますんで、これ自体で重さがね、7166g です。はい、ちなみにこれグリップを抜いた時のね乾燥重量というかシンプルな本体重量ってどのぐらいなんだろうっていうと235まで軽くなっちゃうんですね。これがね、好きか嫌いかはね、さておき、その分ねこのね肌これを手に入れたわけですよね。じゃあ最初純正チームからいきましょうか。純正のね、田中ワークスさんの、はい、これですね。ピッピッピッとネジ止めはね今日もね省略しますね。スクエアタイプウォルナットね、ウェイト入りグリップです。あ、確かにウェイト入りグリップです。このウェイト入りグリップ自体はこれいいですね。ちょっと G 横になっちゃってて眠いです。 67g あるんでこれをつければ先ほどの、プラグリと同じぐらいの重さは出ますね。はい、外観はいかがでしょうか。こんな形でどうでしょう。ちょい引きましょうか。そうするとこいつがもっとずれてくれるんで、銃がね、銃と木繰りが主役ですからね。こんな感じでいかがでしょうか。いいですね。うわうわ、握り心地良好ですね。お尻の断面こんな感じになってます。握り心地良好です。グリップとしての出来がいい。ウォールナッツの方でもこんなになんかこう、昔やっぱウォールってちょっとなんか 薄い色でやっぱローズじゃなくっちゃみたいなのが私なんかの中にはありましたけど、これいい感じですね。映えますね、この素敵なスチールブルーの肌が。うん、スチールブルーが自己主張している分、この木繰りの方の抑えめなシックな家具のようなね色合いがね、はい、いいコントラストを生んでいると思います。ちょっとね遊んでみましょうか。うん、本体は玉詰めっぱなしでいいかな。玉カートね、はい。で、カートを装填する、つまりスイングアウトした時に木繰りとの、はい、干渉した絵はこんな感じになりますね。どうでしょう。この辺も好みですね。そしてこうカートをイジェクトしようとした時の絵面はこんな感じになりますね。はい、田中さんの純正のね、木繰りいいじゃないですか。やべ、取れなくなった。よいしょ。
爪。爪。爪と。よいしょ。ヘラがね、今すぐ左隣にあるんですけれどもね。ちくしょう。はい、こんな感じです。バッチリでしたね、なかなか。はい、次。同じ田中ワークスさんのね、このパール調のね、これなんてやつなんだ、これ。タイトル。ね、ホワイトパールグリップって書いてありますね。はい、じゃあこちらをつけてみましょう。あ、これもね、なかなか重さはありますよ。裏はね、いつも、これ何度も登場してますもんね。ね。79g ということですね。ということで、これもそれなりにずしっとくるかな。ずしっと、ずしっと。お、あ、そうか。でもこれ、もう3回ぐらいこれ同じようなグリップ使ってやってるんですけども。あ、さっきとはね、握り心地が全然違いますね。はい、ね、ここがふっくらってやつですよね、これね。はい。あ、どうでしょう。ブルーのスチールっぽいフィニッシュの肌に白いパール調って悪くないですね。いかにもなんかアンティークリボルバーっていう感じで、まあもはやね、アンティークですよね、これね。で、こいつをじゃあスイングアウトして後ろから見てみるとこんな感じと。で、こいつをこの角度から例えばこうしてみるといい感じと、いい感じと、いい感じと。あ、これもね、はい、ちょっと太いんですよね、 ここがね。で、ちょうどね、こちらはね、ここがね、チェッカリングになってますから、そんなに膨らんでないんですよ。わかるかな、わかんねえだろうな、なんてのありましたね、昔ね。はい、ということで、パール調のね、田中ワークスさんのね、ウェイト入りですね、やっぱりね。はい、これは OK でした。さあ、それから今度はね、同じパールパールでアルタモントのね、ホワイトパールスムースというやついきましょう。これはね、こっちのパール調はメダリオン付きですね、ここにね、 SW のね、はい、このアルタモントさんのやつって本物なんですかね。これはもう本当全体がもう樹脂ですね。はい、フェイクパールってやつでしょうか。違うのかな。あ、フェイクパールでしょ。うん。48g。やっぱり田中さんのと比べると、やっぱ軽さはね、仕方ないですね。はい。35g ぐらい軽いですね。もうこれはもうスッカスカですね。はい。じゃあつけてみましょう。こういうのがね、何の加工もしないでほとんどのグリップがね、ピタッとついちゃうというところがね、すごい世の中になりましたよね。パチって言いながらちょっとつかないかなって感じかな。あ、つくけどついたが最後取れない感じです。ニューって入っていきます。ニューって、はい、ニューって入りますね。あ、ここが入らない、ニューが。お、いいか。うわー、すごい。これはしまったかな。あった。こっちよ、ここに、これバリではないですよね。こっちからね、こう合わせる形にして入ですね。はい、はい、つきました。あ、全体的にね、田中さんのやつより太いですね。ちょっとごっつい感じがします。はい、断面を見ていただくと分かるんですけれどもね、こんな感じですね。こう比べればいいのかな。全然違うでしょ、断面。ここがね、田中さんのは太かったけれども、これ全体的にボコッとね、断面がね、四角っぽくなってるわけですね。ただね、滑らないですよね、思ったよりね、この年寄りの手でも。はい、いかがでしょうか。ぶっと、こんな感じにしましょうか。もう完全にね、エボニー&アイボリーの世界ですね。はい、これも約束でスイングアウトして後ろから見るとこんな感じです。このショットになった時って主役ってシリンダーなの、グリップなのって感じでいくとグリップ主役っぽいですよね。はい、これもね、こんな感じ、ちょっと手元の中でこうやる。
いいですね。はい、お尻から見るとね、こんな感じでした。はい、ちょっとね、手元に引き取らせていただきます。大変なことになっております。なぜならばグリップの方がフレームの径より少し小さい感じなんですよね。そこを私のね、この指力でね、グリグリ抜いてます。はい、なんかね、怖い、フレームが抜けちゃいそう。一緒にフレームっていうか、このウェイト基部が、あー、やっぱりヘラ使おう。ヘラはね、こういうヘラセットをね、用意しております。プラスチックですからね、本体がね、樹脂ですからね、絶対傷つけたくないんでね、こういうのをきちんと使っていきたいですよね。はい、少々お時間をいただきたいと思います。これをね、ちょっと軽くこじると、わ、なんかすごい抵抗してます。なんか絶対離れたくないっていう感じですね。どうしたんだこれ、なんか呪いのなんとかとかじゃねえだろうな。うん、もうちょっと薄いのでいきましょうか。こいつですね、さらに薄いのは。何がこんなに、おお、取れました、すごい。はい、お持ちの方ね、試してみてほしいと思います。アルタモントさんのホワイトパールスムーズはどうもね、これに1回ついたら外れたくなくなるようです。外れたくなくなる、いいのかな。はい、じゃあ最後ね、アルタモントのスムーズですね。材質はメタリオン付きの、特に書いてない、あ、失礼、スーパーローズですね。まあこの色見てローズって気づけよって言われちゃいますね。はい、このこれは結構さっきのパールよりもね、重そう。あ、やっぱりそうですね、 50g ぐらいありますね。はい、もうこれで決まりかな、やっぱり。よいしょ、あ、これもう最後だからインターン取れなくたって、やっぱ同じですね。アルタモントのね、グリップをつけるときにはね、ここで1決めして、つまりこう押して、それからギューッとピンをね、差し込んでいく。あ、決まりだな、素晴らしい。どうでしょう、やっぱりオーソドックスすぎますかね。私やっぱり こんな感じかなっていう。チェッカリングのね、もちろんね、グリップもいいんですけども、やっぱりチーフにはね、スムースがいいなって感じですな。どうでしょう、輝いてますね、グリップもね。で、握り心地はね、そうですね、田中さんのよりちょっと一回り太いっていう感じですかね。あの、握り心地自体は悪くないです。チーフの場合さすがにこれだけね、銃が小さいですから、多少グリップにね、なんていうんですかね、外周が多くてもいいですね。これだったらね、パンパンパンね、パンパンパンね、どういう表現力のなさでしょうか。幼稚園児じゃないんですからね。いいですね、やっぱほら、こうした時に主役はグリップですよね。はい、で、手のひらの中でちょっていう感じでね。はい、ということで、今回は、はい、チーフのね、スクエアバット、これのね、木栗の着せ替えを行いましたけれども、皆さんはどれがお気に召したでしょうか。私はね、やっぱりでもこれかな、田中さんの純正の、これがやっぱりなんか、合格点というか、多分ね、スコア的にはね、一番いいと思います。で、もう、ローズに対しての私の思い入れでバイアスがかかってます。よく見ると、ちょっとフレーム合ってないですよね、多少ね。そんなところもあってね、もしあれだったら純正のね、はい、しかも色合いのいい、この田中さんのグリップに、もしかしたら今日は、客観的には軍配が上がるかなという感じでしょうか。はい、ということで、今週のサンリボは、先般発売されましたチーフのスクエアバット ABS モデルのスチールフィニッシュ、これにね、木栗を4種類着せ替えてみました。ではまた。